値段の安さや座席の広さが人気のスターフライヤー。北九州市に本社を置き、国内6都市をつないでいる航空会社ですが、先週こんなサービスをスタートさせ話題に。ペットとの旅が全路線全便対象に。小型の犬や猫のペットについて、これまで北九州羽田線限定だった客室への同伴を国内線全路線に拡大したのです。料金は片道1匹5万円、指定のケージに入るサイズであることが条件で、最後列の窓際に固定した上で飼い主は横に座ることができます。これには多くの喜びの声が上がったのですが、一方で不安視する意見も。アレルギーの乗客はどうすれば？動物嫌いな人もいるのでは？また国の指針ではペットは手荷物扱い、そのためスターフライヤーでも緊急時にはペットの持ち出しは禁止となります。そんな中思い出されるのは、年明けに起きた羽田空港での JAL 機炎上事故。乗客は全員避難し無事でしたが、貨物室に乗せられていた2匹のペットは救うことができず、多くの悲しみの声が上がることとなりました。果たして家族同然のペットをどう扱うべきなのか。そんな中注目されたのは、アベプラメンバー青チャンペさんの投稿。何を隠そう、飼い猫ナルト君を溺愛しまくっているんですが、何かあった時に一緒に避難できないのに、客席に一緒に乗ったらこの子を置いて避難できないとこねますよね。そうなると人間の避難に支障が出ることが考えられるので、客席に乗せたらより多くの命を奪うことになると思います。飼い主にとっては家族でも、周りに迷惑をかけることもあるペット、その扱いはどうあるべきなのか考えます。ではゲストをご紹介します。ペットの客室への同伴を認めるべきと主張されています、動物愛護の活動をされているエシカルライフディレクターの山中あずみさんです。よろしくお願いします。はい、今日よろしくお願いいたします。お願いします。そしてもう一方、元日本航空の客室乗務員で現在はおもてなし講師としても活躍されている筑波大学客員教授江上泉さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。まずですね、青ちゃんぺさんは飛行機自体にペットを絶対乗せないというご意見でよろしいですね。はい、はい、そうです。で、山中さんはやむを得ない場合は乗せるけれども、貨物室じゃなくて客室がいいんじゃないかというところですね。はい、まず山中さんにお伺いします。この客室のこの丸の意味というのはどういったことがあるんですか？やっぱり私も基本的には、例えばもうこれってちょっと話がずれるかもしれないんですけれども、で世界中のペットを飼っている方を敵に回すような発言なのかもしれないんですが、ペットを飼うっていうこと自体が人間のエゴかなっていうふうに思っているので、まあ、保護犬とか保護猫とか、まあ、人間社会の今の人間社会の中でこうあぶれてしまって、こう保護しないと、家族にしないと殺処分になってしまうという状況の子を里子にして家族にするっていうのは、まあ、いいかなと思うんですけど、ペットショップでわざわざ買ってっていうのは人間のエゴかなと思うので、まあ、でも飼ってること自体がエゴだけど、何かしらの形でやんごとなき理由で飛行機に乗せなきゃいけない場合もあるかもしれない。例えば私保護活動もしてるんですけども、沖縄では結構保護猫保護犬の数がすごく多いっていうのがあって、東京だと逆に少ないっていうところで、その保護猫たちを保護犬たちをこう救うために空輸して、その沖縄だけでは、まあ、他の、まあ、沖縄だけじゃないんですけど、ローカルのところでは補えないものを、その子たちをこう運んでくるっていう手段。それってヨーロッパとかでも、例えば保護活動が盛んな国では保護犬保護猫がいなくて
くて、他のちょっと保護猫保護犬が多いところから空輸してこなくてはいけないっていう、もう彼らが生きるためには空輸しかないみたいな、そういう場合もあったりとかするので、あとはもう絶対旅行しない、引っ越さないっていうふうに考えていたとしても、不測の事態って絶対あると思うんですよね。で、私自身もまあペットを飼っていて、で本当は海外移住したいけどペットがいるからできないっていうのとかも あったりとかする当事者でもあるので、なのでその辺は何だろう、本当にまあどうしてももうここに引っ越さないと親が死んじゃうとか、何かそういうことが出てきた時はエゴかもしれないけど乗せる。でもその乗せた時に、こう貨物室ってもちろんこう温度だったりとか気圧も客室と同じように管理されている状況ではあると思うんですけども、じゃあ暗くて飼い主知っている飼い主も近くにいないっていうのであれば、もう子供と同じなので、じゃあここで一生いるのかな、飼い主がいつ来るのかなってわからないまま彼らは不安でその貨物室にいるわけですよね。それを考えると、いつもこう大事にしてくれている飼い主が近くにいた方が、動物の負担もやんごとなき場合があって乗せる時にも負担が少ないんじゃないかなっていうので、まあ、貨物室ではなくて客室、まあ、その後客室に入れていても緊急時にはこう脱出できないじゃないかっていうのは、またそれはちょっと別の時にお話できたらと思うんですけども。なるほど。オーチャープさん聞いてみていかがですか。そういう理由ならわかります、うん、なんか引っ越しとかその命を救ってもらうために動物がお引っ越しする場合とかだったらわかるんですけど、なんか多くの場合がそうじゃないと思うんですよね、うんうんうん、旅行に連れて行きたいとか、うんうん、そういうのだと私はなんか全然なんて言うんだろう、自分の楽しみにっていうか、なんかそういうアクセサリー代わりに動物使う人大嫌いで、それはすごくわかります。なので本当にそういう命がかかってることとかだったらわかるんですけど、私はそのもう大事なナルトが隣にいて何かあった時に絶対に置いて逃げられないので、そういう時にどうするんだろうっていうのと、あと私が気になるのが、動物を乗せることを OK とした場合、 CA さんになれる人の権利ってどうなるのかなと思って、例えばペットのアレルギー、動物関係のアレルギーがある人はその目が痒かったり咳が出てる状態で皆さんの避難誘導とかってできないですよね。そしたらやっぱ人間の命とか避難する時ってどうなるのかなって思って、 CA さんの権利も出てくるんじゃないかなって私は思いました。江上さん、そのあたりどうですか。そうですね、CA になる時のその要件っていうのは、例えば英語は何点以上とかありますけど、動物アレルギーを持ってない人っていう条件はないので、おっしゃる通りで、そういったこと、動物アレルギーがあるから CA にはなれないとかそういうことはないわけですから、難しいですよね、そこは。これ一番の問題はその動物アレルギーっていうものが、お客様からの申告は、例えばそばのアレルギー、ピーナッツのアレルギー、これは必ず私はこういうアレルギーを持っているので配慮してくださいっていう事前に予約をするときに航空会社に申告します。でも動物アレルギーについては申告はほとんどの人は しないので、じゃあ果たして機内持ち込み OK というふうになった後、動物アレルギーを持っている人がどうするかっていう問題が大きく関わってくるかと思いますね。室井さん、いかがですか、機内にペット同伴って。私も青ちゃんぺさんの同じ意見、やっぱり緊急時一刻を争うときに、タイタニックだって沈没した時に子供と女から優先って言ってたけど、やっぱり特等席みたいな、そういうおじいとかっていうのが乗ってボートにね、それで子供とか女だって死んでるわけですよ。やっぱとっさの時にやっぱり自分の子供のように可愛がってたら、それで1秒とか、もう0.1秒とかって争う時に、やっぱりね、線引き、人間からっていう線引きがないと、あとはもう一個アレルギー、うちの息子猫アレルギーで、猫の毛がたくさん吸い込んじゃうと顔毛ガニみたいになっちゃうんですよね、だから、ただもうその飛行機会社でそこがやるんだったら、それ乗らなきゃいいから、でも前もってそこに動物がいるっていうのを分かってないと、席を取った時にたまたま隣だったっていうこともあり得るってことですよね。いや、そうです、だから完全に瓶を分けた方がいいって思います。私は乗れる瓶と乗れない瓶ということですか。ペット同乗者さんだけが乗る瓶と、そうじゃない人が乗る瓶で、ペット同乗者さんが乗る瓶には最後の瓶にするとか、それ専用の機械にしないと、掃除がかなり行き届いてないとアレルギーの方がいますよね。だからそういうふうに分けるべきだと思うし、そもそも私こういう議論をする前に荷物扱いをしてほしくないんだったら、ペット
ットを飼育してる人にペット税をかけなきゃおかしいと思うんですよ、うん、そのだって荷物じゃなくて人間と同じ扱いをしてほしいんだったら、うん、飼い主さんはペットの分税金払ったりするべきだと思うんですよ、うん、だからなんかそういうリスク何にもなしにうちの可愛い動物は人間と同じ扱いをしてくださいっておかしいなって思います、うん、まずちょっと江上さんに聞きたいんですけどペットを同伴するというのは、まあ、もちろん JAL や ANA にはないですけどもどれくらいの割合っていうのは分かるものなんですか。あのお客様がこのお客様がペットを貨物室にお預けになっているっていう情報は私たちには来ません。あ、来ないんですか、はい、赤ちゃんの鳴き声も許容できないこの時代に、うん、ワンちゃんのワンワンと赤ちゃんのギャーがその空間でみんなが正常な判断できると思います。でもなんかそれで思うのは子供の赤ちゃんの声が嫌だとか、うん、ペットのワンワンが嫌だっていう人の権利と同じようにペットを連れて行きたいとか子供も一緒に帰省したいとかその権利って両方同等に大切にしなきゃいけない権利だと僕は思う。全然違うと思うけど、うん、赤ちゃんはだって泣くのが仕事だし、いやでもそこをやっぱりそこはやっぱ考え方の違いであって僕はペット飼ってないですけども、うん、やっぱペットをその赤ちゃんとか本当自分の子供のように大切にしている人たちもやっぱ登場してきているから私はその人たちを大切にするっていうことはやっぱり時代の流れとともににやっぱり考えていかなきゃいけないし、うん、まあ、その私も全く同じ意見です、ね、うん、でそこでその、まあ、そのスターフライヤーのものも、まあ、ちゃんと料金を多分また取ってるわけですよね、うん、追加 1日あの1フライと5万円という形で高いよね、高いですよね、だからそれなりの料金を取っているというところも考えれば、まあ、さっきの税金の話じゃないですけど、うん、それを応分のやっぱ負担をちゃんとするってことになればやっぱ周りももうそこはちょっと妥協してもいいんじゃないかな。1日1便ペットが入る便があるってことを許容してでもどうしてもペットと一緒にいたくないっていう人はその便を避けるってことをやってお互いに譲り合うっていうこと。例えば、うん、緊急時になった時に、うん、そのペットは持ち出し可ですか、うん、一旦小型にしましょう、はい、小型こういうケースに入ってるって想定しますね、うん、でそれで3人ぐらいだったら抱きかかえても出てもいいと僕は思う。それでも多分今回のように防げたんじゃないかと思う、全員救えたんじゃないかと勝手に思ってるんですね。だけどペットがいいなら私のパソコンもとかそういうふうにこうどんどんこう無秩序になっていくことがやっぱリスクなのかなと思ってて、だからペットだけに限ってはもう抱きかかえてこのスーツケースからこのケースから絶対出していけないんだけどこれを持って逃げても良いっていうルールにするのは一つなんじゃないかなと僕は思うんですけど、ね、空港会社によっては、うん、あのこちらでも事前に調べてらっしゃると思うんですけど、うん、あの事故があった時に緊急時に一緒に持って逃げていいっていう航空会社もあるんですか。あるんですけども、ね、はい、うん、あの国内ではないですが国内であとは、もう路線もすごい限られてはいるんですけども相乗りのプライベートジェットっていうのがあってペットを連れている方専用のプライベートジェットっていうのも存在しています。そこにはもうペットを連れている方しかいない、うん、なのでもちろん多分避難所とかも一緒に出れたりとかすると思うんですけれども、であとは、日本その国内ではなくて欧米とかの飛行機会社でペットを客席に入れられるっていうところでもあの重量が決まってます。それも空港会社によって様々なんですけど、なので3匹一緒にとかっていうのは、まあ、もしかしてオーバーチャージを払ったらできるのかもしれないですけど、うん、基本的には、一番多くても12キロまで手荷物機内持ち込みの手荷物と合わせて12キロまで、うん、で少ないところだと9キロぐらいまでだったりとかするので、まあ、何匹もっていうの、あの持ち込みっていうのは現実的に難しいかもしれないですけど、だから航空会社によっては世界の航空会社によってはその小型犬であれば持ち込んでかつ緊急避難時も一緒に出るっていう事例もあるんで、うん、技術的に不可能ってことはないんじゃないかと、はい、あと一番最初にペットが入る、うん、その客席に入る場合っていうのは、うん、一番最初に乗って一番最後に出るっていうふうに決まっていたり、うん、あのそのルールいいですね。等数が決まってます。一気に乗れる等数が決まっているので、なので緊急時にもじゃあ一番最後に出るっていうふうになれば多分その混乱は極限まで抑えられるかもしれないなっていうのは、緊急時それが守られるかなって思う。動物は動物だと思うんですけど、うん、この議論ってでもやっぱりその飼い主にとっては大切な家族だっていう話じゃないですか、うんうんうん、飼い主にとって大切な家族なんだから家族同等にって話をしてくると、うん、まあ、多分10年後にはパソコンの中に多分 AI のペットを人間飼うと思うんですよ、はい、つまり AI っていうのは時間とともに育っていくから、うん、多分長い時間かけて対応しながら自分を励ましてくれたりとか慰めてくれたりっていう存在を多分僕ら AI の中に見出すと思うので、それとやっぱり次はパソコンが入ってるカバンもみたいな話にはなってくるだろうなって思うことと、ここで大事なのは家族なんだから貨物扱いはおかしいじゃなくて、
飛行機に乗るときはあくまで貨物である動物に家族を見出せることがすごいんだと思うんですよ、うん、家族だから人間と一緒にするんじゃなくて人間と違うものに家族だと見出す家族を見出していることがすごいじゃないですか、だから素晴らしいわけじゃないですか、順序が別ってことですね、でしょ、あくまで動物なのに、うん、飛行機は貨物なのに、うん、同じぐらいの家族なんですよって言えるから人間の愛するものに対する対象を広げられる可能性がすごいなっていうわけであって、うん、すごい素晴らしいそれ気がするんですよね、それはだから否定をしたいわけじゃないもんね、あなたの、うん、愛を否定したいわけじゃない、でそれってもっと言うと、僕は身近にやっぱり身につけるものとか、あと愛車っていうぐらいやっぱ車だってその動物として息はしてないけど長い間連れ添った人はもう本当に最後手放さなきゃいけない時に涙が流れたりするわけでしょ、うんうん、それも生き物ではない人工物に家族を見出せるぐらいその人がそれと時間を大切にしたってことが素晴らしいわけであって、うん、でも車も家族なんだって言い出してやっぱりそんななんかこう別のコンテナに入れるなんてって言い出したらキリがない、やっぱそこはその線引きはしておいて、でもそれは家族と同等に扱ってないわけではなく、うん、そこに見出せる人間のその人の態度はすごいよねってことかなと思ってて、うんうん、なんか僕はそこは忘れちゃいけないと思うんですよね、うん、アオチャンプさん先ほどその自分の、ペットを、ま、荷物扱いされたくないっておっしゃってましたけど、はい、こういうことなんですかね、何なんですかね、そのまずそもそも同意書書いたりとかするじゃないですか、うん、もうその時点で私無理なんで、あもうそう扱われたっていうところですね、1秒でもなると荷物と認めたくないんで、もうそもそも私は絶対に載せられないんですよね、うんうん、同意書を書けないから、うん、だからなんかすごいなって思います、もう載せれる人が、あとそのさっき小型犬なら OK っていう話があったじゃないですか、うん、絶対小型犬を載せたら大型犬もっていう話になりますからね、で、うん、犬以外の動物もっていう話に絶対なってくるから、うん、なんか本当着地点決めて始めないと、うんね、えらいことになると思いますよ、うん、どんどんこう主張が強くなってきちゃいますもんね、うんうんうん、であとこれも日本じゃなくて海外の事例なんですけど、 EU の場合だと EU の中でペットのパスポートっていうのもあったりとかするんですね、うん、で動物の権利っていうのが日本とは比べ物にならないほど他の先進国ではこう確立されているっていうか、もっと人間に近い存在になっている、本当子供と同じような、なので例えばこれはスウェーデンの例だったりとかするんですけど、何時間以上ペットを家に一人にしてはいけないっていう法律とかもあって、なので犬猫の幼稚園とかもあったりとかするんですよ、で出勤するときにそこに預けてお迎えがあるからも帰りますって言って帰るとか、そういうことが普通にできる、でそういうこう犬猫の、ま、あ犬かの保育園とかもあるので、ちゃんとしつけもされている、結構他の先進国のペットっていうのはめちゃめちゃしつけがちゃんとされているので、デパートとかも電車もバスも全部乗れるっていうのが普通ですし、だからそういうところも例えば、うん、どこかに公共機関に乗った時に迷惑をかけないみたいなしつけ、うんうんうん、人間の子供と同等にできるようなしつけを、じゃあ動物嫌いの人にも これだけこうしつけをしているから許容してくださいねみたいな、そういうしつけもまあ飼い主側がやっていかなきゃいけないのかもしれないですし、その線引きの違い、人種で区切るのか年齢で区切るのかジェンダーで区切るのか、それぞれ皆さんの価値観で違うと思うんですけど、そこはまたまあ個人の価値観だからどこに落としどころを見つけるかっていうのはすごい難しいことになってしまうとは思うんですけども、でも今のフェーズではこう貨物室に載せる載せないではなくて、やんごとなき理由でじゃあ載せなきゃいけない場合、基本的には私も載せないのがいいと思ってます、だけどやんごとなき理由で載せなければならないってなった場合には、じゃあ客席の方がいいと思うし、こうじゃあ他の航空会社でできているのであれば緊急時でも持ち出せるような対応を他の会社でもできるんじゃないか、それはみんなでみんなが幸せになれるいい着地点を見つけて議論していくべき、もう白黒ではなくて、でその時のフェーズをこうアップデートして、その時のフェーズで最善をアップデートしていくっていうのが大事なんじゃないかなと思います。ただ今さっきしつけというお話がだいぶ出てましたけれども、果たして、機内ってやっぱり 0.8 気圧しかないので、人間が乗っても、多少気分が悪くなることの度合いが高かったり、同じように地上と同じように飲んでいても酔いが早く回ったりとか、そういったいろいろな体の不調を訴える方もとても多いので、果たして、そのワンちゃんがその機内で大丈夫大丈夫と思っていても具合が悪くなったりとか、家の呼吸がなったりとか、あるいはそのちょっと粗相してしまったりとかっていうのは当然起きると思うんですね。そういった匂いとかがね、とても
紳士的に僕は大丈夫ですっていうふうにおっしゃってたけど、じゃあものすごくガン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 ってワン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 って泣いてる時との隣にいて、しかもめっちゃその時寝不足だったりとかしたら、はいはい、そうした時に大丈夫かどうか、うん、で先ほど一生懸命多分村瀬がおっしゃっているのは赤ちゃんとは別っていうことを一生懸命おっしゃりたかったと思うんですね。例えば赤ちゃんがギャンギャンすごくギャーギャー泣いてたら CA としてはこちらの方に行って赤ちゃんちょっとなだめてくださいってギャレーの後ろの方の後部のギャレーに連れてってあやしたり、うん、お母さんどうぞって言って言いますけど、うん、さあじゃあワンワン泣いてる人をゲージごと連れてって後ろの方であやしてくださいってゲージからは出せないわけだから、うん、それやっぱり難しい問題があるので、そもそもやむを得ない場合は、うん、たくさんはないと思うんですよ、うん、だから多分乗せる人は減ってくれるとは思うので、うん、余計にうまく落としどころを作りたいっていうふうには思いますね。そのちゃんとしつけとか法律とかそういうのをちゃんとやった上でそれで乗せるのか乗せないのかっていうところだと思うので、でもだからそのやむを得ない場合しか乗せないっていうのもちゃんと決めてほしいなって思います。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。